よっしゃーやっていくぞ、妖怪ウォッチ通信打ち、ドブキョウでーす。今回はこの裏山で声の主を探そうっていう気になるところでね、終わったんだよね。で俺今ねすげー腹減ってて、なんか声の出し方が分かんなくなってきてんだよね。 100% 喉から声出すわ。ちょ、腹から声出したら腹がなくなるかもしんない。これとりあえずさあ、いる。あ、でもあいつワンの時見たな。ちょっと待って、とりあえず、あ、うわ、ちょっと待って、変なとこ、お前来んのかよ、バカ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 。これ絶対戦うやつじゃん。カゴのお守り、何、モーニング娘、モームス、ミニモニ、カゴちゃん、カゴちゃんのお守りあんまいらねえな。ほらもう、ほらもう毛沢東だ、もう三党だ、もうぶっくるだわ。よーし、でこれ下行くか、上まで来ないよな。なんだこのダンボみたいなやつは。あいつか。あ、これ上登れねえ。あ、なるほどね、了解。これじゃあ落ちちゃダメってことか。オッケー、慎重に行こう。左にも落ちちゃダメでしょきっと。で上だからそのまま行って上登って、登るんだなこれ。え、登る、あ違う、左に登るんだからの左か。これ敵いんのかな。いないもんね。もうここに一体いるぐらいだよね。あ、今見ました、チラッと見えたよ雲外鏡、チラッと見えたよ雲外鏡だわなんか言葉でありそうだな、チラッと見えたよ雲外鏡。待って、こいつ倒すわ。よし、これで雲外鏡久しぶりだな。おい、待って待って、雲外鏡よりほら宝箱を先に取るぞ。スーパークロミスか、まあ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 いっか。久しぶりだな。おお、気づいてもらえるとは。ペローン、私は雲外鏡。雲外鏡、雲外鏡ありました。由緒正しい古い鏡に霊魂が宿り妖怪になった姿だそうです。そして鏡の中の空間をつなぐことでどこへでも行ける能力があるそうです。おう、ウィスパー、もう普通に説明を読んじゃってる。そうですって言ってる。雲外鏡どうしたの、なんか困ってるみたいだけど。まあ過去にね、雲外鏡っていうのはね、ワンの方の実況を見てもらえれば分かるんだけど、俺が雲外鏡に入るたびにうるせえ、うわーっていう声をずっと言ってたからね。うわーうわー、ワープしますか。もう疲れたからやんないわ、さすがにやんないわ。うわー病気か、もう何やってんだろう俺も。この山の頂上まで登ってきたのですが、私実は方向音痴でして、道に迷って散々歩き回った挙句一歩も歩けなくなってしまいました。おやおや、それはお気の毒ですね。じゃあ俺たちが下まで運んであげるよ。すみません、お手数おかけします。山のふもとまでで結構ですので。おお、そうやって持つんだ。あえ、メダルにしてさ、友達になってさ、下でも呼び出せばいいのに、こんな感じで出すんだ。おお、ありがとうございました。おかげさまで本当に助かりました。でもどうして雲外鏡は山の頂上まで登ったの。美しい景色を眺めてました。ここからのか頂上、ここの頂上からの景色が人気があって、おすすめビュースポット1位と妖怪ブラリーウォーカーに。なんだそのブラリーウォーカーって。お前結構雑誌もパロディで入れてくるな。では気持ち様、お手を拝借してもよろしいでしょうか。はい、おいいね、来た。雲外鏡、雲外鏡、雲外鏡に、あ、もちろんつけるよ。こいつの名前はどうしようかな、ちょっと雲くん、雲がきょん、ミラール。でもこいつなんか多分移動にしか使わないから、移動手段、うん、移動手段くんでいいや。はい、お前は移動手段だ。移動手段の情報移動手段の情報を妖怪大事に登録したのか。もう意味わかんねえな、清地くんの行動。あ、開いた、いいね、結構開いてきてない。手に入れてみた、了解。
これワープさせてくれるんだよね。今回のお礼と言ってなんですが、遠出する際は私をご利用ください。キヨッチ様が行きたい場所に。よっきないっす。運がいでもこれさ、もう一個の運がいき法も開いとかなきゃいけないんだよね。確か行く先々の運がいきの力を使えばいろんな場所にワープができます。ワープができるようになるには各地にいる運がいきの話ができる。あ、これはもうあれだね、ワープですよね。了解。便利な能力ですね。どんどん活用していきましょう。運がいきをこれからよろしくね。こちらこそ。いいね、ペローンとした。キヨッチ、俺っちも頂上まで行ってみたいにゃ。おお、それはぜひぜひ。とっても気持ちよくておすすめですよ。それはいいやですね。行ってみましょう。行ってみよっか、せっかくだし。パラパンパンテンペイ。上に行こう。セーブするわ。おっと、こっちか。あ、頂上どっちだ。この上は関係ねえのか、もしかして。宝箱、お、ナイス、いいね。はい。お、あー、お札あんま使わねえからな。オッケー、いいね。今かっこよかったな、気をつけ降りる感じ。あ、結構長いぞこれ。秀和だぞ、秀和。長い秀和だぞ。マサルだわ、長いマサルだわ。よし、どっかに行く。オッケー。ここら辺のさ、敵戦ってもさ、経験値があんまもらえないんだよね。あ、登るね、カワセミ渓谷。てか、こんなところに一人でさ、子供で行くなんて心配だよ。俺がついて行ってあげたいわ。あー、でもな、右気になるんだよな。正直なところ右気になる。これいける？あ、いけないんだ。じゃあちょっとこっちから行くか。とりあえず進もう。あ、もうなんか着きそうじゃね。あ、いいね。でもさ、夏休みにこういうところ来るのはいいんだけど、ちょっと危なくねえか気持ち。あ、なんかここか。あ、待って、なんかあるぞ。なんだこれ。え、怖っ。こう落ちないよね。あ、さすがに落ちないか。キヨッチ、さすがに落ちないよな。お、ここは何もないみたいだ。なんかいずれここら辺使いそうじゃね。あ、あんなところで火事がみたいな。何これ、癒しの天使ちゃんか。エロ本ね。よし行こう。あ、誰かいるわけでもなく。うわー、すげえな。あー、気持ちいい。運外鏡の言った通りだな。運悪すぎだろ、いくらなんでも。あんなに晴れてたんだぞ。これ天気雨か。え、雨？山の天気は変わりやすいですから。確かに確かに。今それ言おうかどうか迷ったけど、ウィスパーが言ってくれたな。それにしても弱りましたね。どこか雨宿りできる場所に。寒そう。あるか。ねえよな。何してんだ。いやー、気落ち待つにゃん。わーい、ジバニャン、こっちこっち。ダメだ。かわいい。これ、キウォッチもジバニャンもかわいいわ。やばい。なにこれ。なに見せつけてんだよ。ちょっと濡れちゃいますよ。あ、なに。え、誰カラカラ。あ、あ、こいつ戦ったな。元気なのはいいが、そんなんじゃ風邪ひくぞい。お、優しい。なんでこいつ助けてくれたんだ。あれ、ここだけ雨が降ってこない。どうしてんのか、ドラえもんの道具みたいだな。ここだけ雨が降ってこなくなるやつみたいな。お、これはかなり近くに妖怪がいます。妖怪ウォッチで探してみてください。いけ、キヨッチ君、探すんだ。俺が探すんか。完全に俺が探すやつだな。はい。あ、こいつ戦ってないって。なんかこんなやつと戦わなかったっけ。妖怪を見つけた。まあそりゃ妖怪だな。いつもこのくだりやってんだ。話しかけよう。カラカサお化け。結構なんか普通じゃね、カラカサお化け。名前がカラカラカラ。雨に構わず遊ぶ子を久しぶりに見たわい。楽しい、嬉しいの。傘の妖怪。あ、あなたはとか言って本当に知ってるの。どうせウィスパーのことだから。何バカなこと言ってるんですか。知らないんですか、この方を。イニシエより名の知れたメジャー妖怪。まさに傘の中の傘。それ男の中の男みたいな、やめろよお前。なんだよ、傘の中の傘と言われる。あの、カラカサお化けさんですよ。え、そんなに有名な妖怪なの。当たり前です、たま。人間で言えばあのニャー KB くらいの大スターなんですから。そんなに。いやー、まさか実際にお会いできるとは。大変光栄でウィス。カラカラカラー、そんな風に言われると照るわい。ねえ、カラカサお化け、一緒に遊ぼうよ。お、嬉しいこと言ってるの。実
実は我が家も最初からそのつもり。お、晴れた。あ、雨止んじゃった。からかそお化けどうかしたの。すまん、やっぱり帰るわ。あ、ちょっと、ま、せめてサインだけでも。なんで帰ったんだ。雨が止んでから帰ったのかな、それともなんか呪われてんのかな。ちゃんと色紙用意してるし。そんな、せっかくお会いできたの。どうしたんだろう。怪信号だな。おっと、夕方か、びっくりした。もう遅くなっちゃったし、おばあちゃん家に帰ろうみたいな。あ、もうだよね、絶対それだよな。おや、もう夕方ですか。それでは我々も帰りましょうか。そろそろおばあ様のご馳走もできている頃でしょうし。うん、帰るか。待ってね、帰るんだけど。おい、危ない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 。大丈夫か、おい。こっちなんだ、こっちなんだ、なんだ、なに、なに、なんもねえのか、これ何なんだろう。あ、これカラカスお化けじゃね。え、どういうこと。ちょっとやめてくれたまえよ。ずるっ。こっち早く来れねえのに。よし、あとは帰るだけか。とりあえずここの一つのなんかストーリー的なの終わったのかな。おばあちゃん、あ、なんかあそこのトンネルっていうところ超怪しい。でも一旦ここはね、多分先に進まなきゃいけないから、おばあちゃん家行こう。転ぶんなら今年も豊作じゃ。うまいけ、まもとまはたくさんの人に食べてもらえるよ。いいなあ、こういうところで取れる米ってうめえんだろうな。ただ俺、米の味の違いってよくわかんねえんだよな。硬いか柔らかいかでいつも判断しちゃってるからな。よし、こっか。ばあちゃん、帰ってきたよ。うわ、この水の機械、うわ、やばい。なにこの水の機械、ちょっともう泣かせないでくれよ、ほんとに。あら、おかえり、どうだい、楽しかったかい。まあ、これなんか、あれだよな、隣のトトロでよく見るよな。そりゃよかった、さあ、夜ご飯にしようか。ごちそう楽しみだな。もうやだ。え、あ、出た出た、謎のゲーム。いただきます。出たよ。はい、この俺っちも欲しいにゃん。このゲームの時は私にも彼ら3人の声を聞いてて。うん、私にも。あ、おいしそうにゃん。一人だけずるい。あ、ほん、は、いい匂いにゃん。うん、最高にゃん。うまい。あ、ほん、は、ぴゅるり。あ、うん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 、いいですね。ゆるりくん。あ、ほん、は、うん、うまい。あ、うん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 。うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ていうかさ、今俺が喋ってないだウィスパーとジバニャンとキウォッチ君にトーク任せたけど、お前ら語彙力なさすぎだろ。うまい、うれしいでウィスみたいな。なんだよ、余力者2個って。まあ、食べてる途中にくれよ、その余力者。他は何もなしかよ。もうお風呂も入れてあるよ、早く帰ってさっぱりしちゃいなさいな。何これ、もう優しすぎだろ、おばあちゃんいくらなんでも。やだな、おばあちゃんとのお別れ。こういうのってさ、いればいるほどさ、別れがちょっとさ寂しくなってくるんだよね。わ、気持ちくん裸じゃん。気持ちくん、お前それ裸じゃん。あー、気持ちいい。やっぱお風呂って最高だね。いやー、ここはもう少しひねってっと。あれ、ジバニアまだ髪を洗ってるの。気持ちいい、見るにゃん。ほら、ウィスパーの真似。似てる。うわ、いいな、楽しそうで。ちょっとジバニャン、シャンプーで遊ばないでください。それに私の頭はもっとスタイリッシュな形をしてます。なにそれ。あらあら、楽しそうだこと。おばあちゃんにも見えてんのかな、俺の姿が。ウィスパーとジバニャンじゃなく、俺の姿が見えてるのかな、おばあちゃんにも。もしかして、布団がない。お、なんか起こりそうじゃね、なんか起こりそうじゃね。お、どうした。
気持ち、気持ち起きるにゃ。あー、ジバニャ、お願い。あと5分で帰りたい。何寝ぼけてるにゃ。うー、気持ちか。キバナがトイレに行きたいそうじゃん。トイレ？あー、それならそのにあるよ。外、なんでトイレが外にあるにゃ。ま、田舎ですからね。外でもいいから早く俺っちをトイレまで案内するにゃ。サムライとも俺っちこのままここで。もうちょいやめてよ。緊急事態です。一刻も早くトイレへ向かいましょう。一人でトイレ行けねえのかよ。なんだよ。ちょ、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、布団かけてあげたいな。おばあちゃん、ちょっとなんかおばあちゃんおばあちゃんなんか倒れてるみたいだな。布団かけなきゃな。お腹冷えるぞ。いくら夏とはいえど。お、こっちか。あ、お墓があったぞ今。ジバニャン、こっちこっち。あー、もう限界だにゃ。漏れる漏れる。かわいい。ジバニャン動きがかわいい。小刻みでいいにゃ。俺っちがトイレ終わるまでそこで待ってるにゃ。約束にゃよ。なぜ我々まで一緒にトイレ。もしかして夜にトイレに行くのが怖いとか。そんなわけないにゃ。俺っち妖怪にゃよ。そもそも妖怪ってトイレに行くの。あー、眠いからさ、早く通してよ。絶対そこで待ってるにゃ。絶対にゃよ。え、誰か助けて。え、さっき運河駅を助けたじゃん。え、こいつ違うってこと。ウィスパー、今の聞いた。ええ、この先から聞こえてきました。とにかく行って確かめてよ絶対、絶対にゃんよって言われて。ウィスパー、お前わざとやってんだろそれ気持ちくん、うんじゃねえよ。あー、ごめんな、ジバニャ。あ、ごめん。ここで待っとくって約束したにゃ。置いてくれんでひどいにゃ。かわいい。今のフューンってなんかチョコボレーシングである音楽だ。わっ、おっと、なんか怒ってるぞ。おい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 、どうしたどうしたどうした。お前、いじめは許されんぞ。いじめは真ん中、お前ぶっ倒すぞ。おい明らかにいじめられてそうなやつ。え、これボス戦もしかして。喋るよ。あ、セーブすればよかった。私には無理よ、もう帰らせて。うわ、傷なめこ。何、なんかさ、こういうアプリみたいな遊びあったよね。なめこみたいな。あんたは傷を治す妖怪でしょうが。だったら早くわらわのお肌をプリプリに若返らせなさいよ。そんなの理不尽よ。だって年を取るのは傷じゃないし。おたまり、あんたそれじゃ売れないわよ。これはどういう会なんだろう。売れないもっち。そうだもっち。わーわーわー、口で言ってわからないやつにはきついお仕置きが必要みたいなんで。ひー、誰か助けて。お待ちなさい。なんだあんた通りすがりの妖怪羊ですよ。マドマゼ、よそ者は引っ込んでなさい。侍と痛い目見るわよ。弱い者いじめは絶対に許せません。懲らしめてやると私のご主人が申しております。いっすお前クズだなお前ゴミ野郎だな。え、俺。あら、言ってくれるじゃないの。やれるもんならやってごらん。仕方ねえな、もう。あんだよ、また俺かよ。戦う技、はい、なぞれる。あ、でも相手攻撃力高いだろうな。でもな、ババアが結構回復やってくれるから。おっと、攻撃力高そうなやつに普通に勝っちまったよ。行こう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 。いいね、狙おう。まあ、待ってればいいか。倒す。きたー。なんというこの望みいるに怪我をね一切させない。汚れてもいい、絶対に。はい、オッケー。どれぐらい。あ、まあまあだな。まあ、レベル上がってっからいっか。アイテム、うわ、空手講座って。お前これ絶対あいつじゃん、落としたの。それで、ふん、次はこうはいかなくてよ。覚えてなさーい。おい、大丈夫だった、怪我とかない。私は傷なめこ、助けてくれてありがとう。うわー、なんかコメンテーターに新さんなめこっていたな。でもあの妖怪たち、どうして傷なめこにあんなことを。仕方ないよ、私は本家、あっちは元祖だから。あ、ここでも本家とさ元祖って分かれるんだね。
元祖本家、はい、あ、ごめん、人間には関係ないよね。とにかくおかげで助かったわ。ペロキュン、これは助けてくれたお礼よ。何ペロキュンって気持ち悪いな。すげえ罵倒した後に仲間になってしまった。友達か。絆めこ、絆めこ、はい、皆さん正直に言います、この声優私がやってます。絆めこ、嘘です、やってません、絶対にやってません。まあ、さっき言ったとおり、こいつは新さんなめこだな。新さん開けるか、スペース、新さんなめこ。みんな新さんなめこ分かんなかったら調べてみて。急上昇、ヤフーとかグーグルの急上昇ワードランキングに入れようぜ。新さんなめこ、絆めこ、絆めこ、悲しい悲しい。ふなっしー入れたくなった。傷ついた時はいつでも呼んでね。はい、あ、回復妖怪か、こいつも。じゃあウィスパー、絆めこが言ってた元祖と本家って何のこと？それあれですよ、元祖と本家というのはですね、おまんじゅうのどくらいに元祖と本家の2つがあるように、妖怪の間でも同じことがあって、なんか争ってるみたいですね。あ、ちなみに私が好きなおまんじゅうはですね、ひねてるし、あー、だって眠いんだもん。まだ深夜ですからね。では帰ってもう一眠りしましょうか。うん、あ、まだ、ここの眠る下りとかもいるんだ。とりあえず寝ればいいんだよね。まあちょっと次の日までやりたいな、せっかくだし。はい。布団にこのマークついてるの、なんか一休みしようかな。まあ寝ていいでしょう。まあ寝ていいでしょう。なんかあってもまあ全然次の日でもいつでも行けるし。そっか、雲外鏡手に入れたからいつでも来れるんだ。2日目。ひえー、おばあちゃん、何かあったみたいです。おばあさんのところへ行きましょう。あ、1日乗車券の有効期限が切れてしまった。電車に乗るときは乗車券を買い直そう。久しぶりになんかこんな漢字だらけの文字見たわ。久しぶりにこの漢字だらけの文字見たな。親切だな。おばあちゃん近っ。どうした？おばあちゃんどうしたの？あー、気持ち、あんたのおまんじゅうが、おまんじゅうがどうしたの？あ、なにこれ、おまんじゅうがでかくなった。でかくなり終わった。あの不安さ、本当だったんだね。噂って、近頃この村中でカボチャやポストやらいろんなものがバッ。かでかくなるとるんやよ。はい、今までで一番長いバの距離だね。ちゅるり、俺ちこんなに大きなまんじゅうにかぶりつくのがずっと夢だったにゃ。いただくにゃー、にゃにゃ。なにこれ、もう意味がわかんねえ。なんと、おまんじゅうがお庭の方へふわふわっと飛んでいっちゃいましたよ。待つにゃ、おまんじゅうは俺ちのもんにゃ。これ多分さ、でっかくしてたなんかあのジバニャンの青いでっかいバージョンみたいなやつがきっと出てくるんだろうな、多分だけど。よし、今回そこら辺にしとくか。で、次回外に出て、なんか元祖と本家の争いみたいなのがそのうちとかここで来そうだよね、ここら辺で。まだかな、なんか俺なんか合いそうな気するんだけどな、このキウォッチのおじいちゃん、おじいちゃんか、おじいちゃんに。まあいいや、とりあえず今回は一旦のんびりパートかつ戦闘パートがあってやったけど楽しかったな。というわけで、じゃあ次回よろしく、さよなら、グッバイ。これから本編始まります。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね登録できるかと思います。次、スマホの人、
スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけど、そのね矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。